どうも、すくよすかです。では、今回もファイナルファンタジー0式の実況プレイをしていきたいと思います。今回は軍神紹介のおまけ動画となりますので、本編が見たい方は無理にこの動画を見る必要はありません。さて、前回のマキラの戦いからいろいろやってたんですけども、晩までのね、最後のシーンまでこっちの方でやっておきました。そしてその結果、はい、こちらストーリーについてはね、もうクリアしてあります。なので、このセーブデータを継続して起動することによって、また最初からやり直すことになります。ですが、今回はね、軍神紹介のおまけ動画となりますので、今まで手に入れた軍神の紹介となります。まずはじめに一つ言っておくんですけども、この動画を撮っていることは、もうすでに残りの軍神をもう全て入手しております。なのでね、あとはこれをね、順番に紹介していくことになります。その点につきましてはご了承くださいませ。さて、この時点でね、まだ紹介していない軍神がね、全部で3体いるんですよ。イフリート級の軍神1体、芝級の軍神1体、そしてゴーレム級の軍神1体で、今回の残りのパートを3つを使って、その3体の軍神を紹介していきます。で、僕の計算が正しければ、この3体の軍神を紹介し終わる頃には、もう自分のね、おまけ動画の再生リストの動画数も30本になっているはずです。なのでね、切りよくいくために、残りの3パートを使って、それぞれの軍神を紹介していきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。では、早速やっていきましょう。まず最初に紹介する軍神はゴーレム級の軍神となります。マキラの戦いのSO をクリアしたことによって手に入れた軍神を紹介していきたいと思います。では、いつも通りメンバーを選んで、あともう一つ報告することがあるんですけども、はい、リュウスさん、ついに夏服を獲得することに成功いたしました。なのでね、これからデュースさんもね、夏服でもう実況の、動画に、言い方が違うな、夏服の状態で、進めることができますね。で、一つ自分後悔してることがあるんですけども、このね、デュースの夏服で、巻き探索の時にすでに手に入れておくべきでしたね。そうすれば、もうちょっと、デュースの脱服をね、皆さんが堪能できたのではないかなと思っております。なのでね、デュースファンの皆さん、そしてデュースを主力にしていた皆さん、本当にごめんなさい。でもね、この残りのね、軍神紹介パートとか、3周目の企画とかで、いっぱい見せられると思いますので、そこでどうか、我慢してください。では、早速やっていきたいと思います。今回紹介するのはゴーレム級の最後の1体。これからティターンかな、ティターンだっけ、ゴーレムでギガース王が終わって、でトロル終わって、豆ゴーレム終わったから、そうですね、今回はこのティターンの紹介になりますね。ティターンの詳細は特に変わらない感じか。全体的に能力が高い感じでいいのかな。普通のゴーレム級と比べて、パワーも高いですし、でも豆ゴーレムよりは低いか。使ってみないことには始まりませんからね。では、早速やっていきましょう。ティターンの紹介動画となります。ほら皆さん見てください。デュースの脱服もちゃんと反映されてます。ではやっていきますか。はい、デュースさんの脱服ちゃんと反映されてますよね。そっか。いいや、とりあえず先に進んでいきましょう。次のエリアでティターンを出したいと思います。では、いきます。軍神ティターン来い。今回は自分で操作するタイプか。オート行動ではないようですね。ではどんどんやっていきましょう。オーケー。まあ性能的にはまあ普通かな。まあ動画の最後にね、軍師紹介の歴史の方で軍師紹介をお見せするので、でここは相変わらず通れないパターンから、あ、通れなさそうですね。では夏服を新しくしたこのデュースさんでいきましょう。さあいけいけティタン。おお、ではアビリティゲージを貯めて、そろそろティタンが切れる頃合いかな。切れる頃合いだと思うから一旦待って、あ、オッケー。で頃合いを見て入れ替える。でこっちのエリアで召喚します。ではもう一度いくぞ、天神ティタン来い。さあ限界まで食べて食べて食べていけ。おお、この絵仲いいね。なんかまあ、なんかデュース逃げた。キクショウ君、デュースさん、なんか逃げてった。逃げなきゃなんか巨人をなんか宿す少女みたいな、そんな感じだったのにな。まあいいや。はい、というわけで軍師ティターンはこんな感じとなります。まあ見た感じなんか普通っぽかったけど、まあそれはまあ歴史の方で見ていくとしますか。トロルのようになんかリジェネ付きでもなければ、オーガのようになんかオート行動でもないし、豆ゴーレムのようにロケットパンチだっけ、まあロケットパンチかどうかは、まあ名前忘れちゃいましたけど、それに特化した軍神ではなさそうですし、まあ何はともあれ歴史の方で確認していくとしますか。では果たしてティターンが一体どういう能力なのか見極めてやるとしますか。ちなみに最初の動画の方でも言ったんですけども、この動画撮ってる頃ははいもうね全ての軍神は揃っております。なのであとはこれをね順番に紹介していくだけとなります。では早速軍神ティターンの詳細を見ていくとしますか。おお、なんか意外と普通だな。全ての能力がゴーレム級の中で最も高く、特殊攻撃も全て得している軍神。それだけに通常のゴーレムよりも戦況に与える影響は大きいが、召喚期間が短いという欠点を持つ。そのため使用タイミングが限られており、能力の割には普及していない軍神である。じゃあまあ全ての能力を得得していて、ゴーレム級の中でも能力が高い方だけど、まあ召喚期間が短く、まあ対してまあ契約はされていない軍神ってとこか。なるほどな。はい、というわけで軍神ティターンはまあ器用、まあ万能だけど、まあどこかまあ欠けてるところもある、まあ器用貧乏ってところですかね。はい、というわけで今回の軍神紹介は以上となります。残りの2パートを使って残りの2つの軍神を紹介していきたいと思いますので、皆様まあこれからもどうかよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はすくやすくやでした。チャンネル登録待ってます。バイバイ。プレイステーション。